はい、山田でございます。メンズエステの店長でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。寒いっすな。あ、そうそう、川柳大会ね、川柳イベント、ね、やりますのでね。川柳イベントはね、実は4年前か5年前からやってるんですよ。メンス川柳ね。メンズエステに関してとかの川柳をお客様に書いていただいてというイベントでグランプリを決めるみたいなやつでございます。これはね、実は僕が考え出したやつじゃなくてですね、店長代理をやっていた女性のね、浅井さんって方が、発案した、イベントでございます。で、これは面白いねっていうことで、宇都宮に持ち帰って、長野のね、夢花でスタートしたイベントなんですけど、日本初だよね、日本初、でやって、あ、これはいいねってことで宇都宮でもやって、で、ちょっと宇都宮最近やってないかもしれないんで、去年やったのかな。長野は毎年継続してるっていう感じのやつですね。で、これがなかなかいいイベントでね、本当に全国のメンズエステがやった方がいいと思うんですが、なぜか皆さんやらないっていうね、やつです。本当にセラピストさんが書いたりもするし、セラピストさんとお客様一緒に考えたりもするし、セラピストさんとお客様一対一で接客中に やるというか書くのでね、心の距離も縮まるし、あ、こういうこと考えてるんですねとか、こういうこと思ってるんですねとか、もうわかるし、またその得意不得意があるからね、川柳はね。で、普段そういうことがね、なんつうのかな、得意かどうかもわからない方が、あ、こんなになんていうかな、国語力というかわかんないんだけど、素敵な、文学的なセンスをお持ちなんだなっていうのが分かったりとかするしね。またセラピストさんが書くってパターンもあってね、セラピストさんの句もセラピストさんの句で面白くて、なんか相手を思う気持ちとかね、お客様を思う気持ちとか、そういったところが、その川柳に、現れて、素敵な気持ちになったりとかするようなイベントなんですね。で、夢花グループでは、長野、上田、松本と、あと鏡原ね、のグループでは、今日から、川柳イベントを開催させていただきますので、ぜひね、川柳書きにいらしていただければと思います。川柳書いていただいたら、割引チケット、1枚お渡しして、プラス、最優秀賞とか優秀賞とか、全店舗の、その、川柳を集めてね、選考会を開いて、そこで優秀賞とか最優秀賞は最大5000円オフのクーポンもお渡ししますので、それはちょっとね、優秀作品に関しては YouTube で発表させていただきますけれども、そういったイベント1週間やってますのでね、ぜひ川柳書きに、いらしていただければ、書いていただければ1000円オフクーポン渡してますのでね、ぜひ、ご来店いただければと思います。ユニークでだよね、もうほんとね、素敵だと思いますよそんな川柳イベントをやってるお店が自分で言うなって思うけどね、他の店ではね、どれだけ薄着になるかとか、ね、違法で抜いた抜かれたとか、
あの子は抜いてくれとか抜かれない、抜かないとか、そういう、まあ、まあ若干品がない、話題がね、メンズエステのお楽しみになる、まあ業界の中でね、お客様を思う、セラピストさんを思う、そういった、メンエス川柳がね、川柳大会、まあ、そういったメンエス川柳を、まあ、書いたり、しながら過ごす、イベント、まあ、非常に素敵な試みだと思っておりますので、そんな愛のある、お店に、ぜひご来店いただければと思っております。毎年書いてくださる方もいるし、毎年結構賞を取る方もいらっしゃるんですよ。まあ、やっぱり得意な人得意なんですよね、これね。だから今年もね、あの方の川柳、見たいなみたいに思う、頭の中でね、想像したりもしてますのでね、ぜひ、いらしていただければと思います。ということで終わります。